主が吉峰寺に行ってきたので時々補助の解説をするのだ。はじめに吉峰寺の簡単な解説をするので不要の方は飛ばしてね。三号は西山、次号は吉峰寺、宗旨は天台宗、宗派は単立寺院なのでどこの参加でもない。ご本尊は千手観世音菩薩。天台宗の教えのもとは修行でも座禅でも念仏でも広くは茶道でも華道でも方法は様々でよく、そこに真実を探し求める心、道心があればそのままそれが悟りに至る道と説くものなのだ。吉峰寺は平安時代中期の長元2年1029年に玄山上人により開山された約1000年近くもの歴史を持つ古刹なのだ。白川天皇やお花園天皇により伽藍基神整備がなされたり、多くの神王が住まわれたりと皇室とのつながりもあって、室町時代には僧帽が52にも及んだ。しかし後に応仁の乱に巻き込まれ大半の坊が消失してしまった。その後江戸時代に入り、徳川綱吉公の聖母である継承院を大壇乙として現存の多くのお堂やお社が復興された。このことから徳川将軍家とのゆかりがうかがえる。では本編に移るのだ。だったら右ですね、はい、今来た道をそのまま戻っていただければバスで戻れます。吉峰寺の御利益はいくつかあるのだ。まずは東陵出所があり、明治時代の霊言により五体安穏や腰痛、神経痛を癒すのに御利益があると信仰されている。他には継承院の玉の輿で出世した由緒から開運出世の信仰もあり、また阪神淡路大震災の時に寸断された高速道路でギリギリ落下を免れたバスの運転手が当寺院のお守りを持っていたことから、交通安全、入試で落ちないの御利益があると信仰されている。この松が日本一の松なのだ。過去に松食い虫に食われたため先を切られ、今は短くなったけどそれでも37メートルの長さがあり、樹齢は600年を超えるというからすごいのだ。切られる前は50メートル以上あったそうだ。宝塔の近くのもみじは毎年周りをきれいに彩ってくれるのだ。釈迦堂の前のこのもみじは独立している上、毎年鮮やかに色づき主役級に綺麗なのだ。
いよいよ一番見晴らしの良い慶勝殿に来た。吉峰寺の復興に尽力した慶勝院の像があり、上から境内と京都を一望できる場所なのだ。今日はホタイや。そういえば、主は吉峰寺は京都観光のちょっとした穴場だと言っていた。地図の赤いところが御所、有名な大きな寺社はやはり御所から近いところに多い。そういった寺社は京都駅から比較的近いこともあって、昨今のオーバーツーリズムで特に桜と紅葉の季節には海外の観光客が殺到してなかなか落ち着いて見て回れない。吉峰寺は京都駅から少し離れた西山地域にあり、歴史と見応えがある割にあまり海外に知られていないようで、その分観光に来る人数が少ないのだ。紅葉も綺麗で、それらを見ながら高低差のある広い境内を散策すると景色の変化に富んでいて楽しい。また慶勝殿からの眺望は素晴らしく、京都の他の寺社の中でここまで見晴らしが良いところはあまりないのだ。周辺にも光明寺、陽国寺、お徳国寺、十輪寺、大原の神社など歴史が長い古刹や神社があるので、一緒に拝観してみることもおすすめなのだ。